陽気すぎて吹いた、駆動静か、美脇全開癖教エクササイズ動画に大反響。やっぱりスタイル抜群。歌手の駆動静か54が1日までにインスタグラムを更新。インパクトのある美脇全開癖教エクササイズ動画を披露した。この日、駆動は今日から8月ですね。ゴーイージー気楽にいこうエクササイズたった3分ですお試しになる方で、 早すぎる。と感じた方は倍の遅さでトライしてみてください。ハッシュタグしーちゃんキャンプと綴り、エクササイズ動画を公開。動画で工藤はキャミソールダメージデニムというコーデで、全力かつ笑顔でエクササイズを披露している。工藤さんといえば、インスタグラムでメディアではなかなか見せないような一面を披露しており、今回のエクササイズ動画のみならず先日には、 女子会の会話を動画で公開。女子会動画で好みのタイプについて話しており、コメントにて、私は筋肉眼、ノン筋肉でも力持ちの人が好きです。500ml24 本入りの箱をしらって運べる感じ、マニアックな言い方かもしれないけれど柔らかそうな水分がある筋肉が良きです。自然についた感じのと綴っていました。 夫の木村拓也さん、51はインスタグラムでトレーニングに励んでいることを明かしていますし、工藤さんのタイプそのものなのかもしれません。女性誌ライター。工藤の全力エクササイズ動画について、ファンからは、やっぱりスタイル抜群のシーちゃんはすごいな。暑くても元気なシーちゃんを見たら癒されるよ。パワフルすぎ、楽しくエクササイズいいですね。好きだな、工藤静香さんの飾らないところ。 努力してスタイルを維持してるんだね。既存家族はみんなスタイル良いね。と好意的な反響が寄せられている。駆動の美和気にも思わず目が行ってしまう今回の動画。シーちゃん陽気すぎて拭いたといった声のほか筋肉ありますねさすがと反応もあるが、スリムボディの秘訣はこのエクササイズかも。今回の動画には、シーちゃん陽気すぎて拭いたやっぱりスタイル抜群との声も、 全力でエクササイズする姿にファンは大喜びしたようだ。